スタートレックは、ジーン・ロッデンベリーの制作した SF テレビドラマシリーズを元にするメディアフランチャイズ。最初の作品である宇宙大作戦が1966年に放映開始以来、7本のテレビドラマ、3本のテレビアニメ、13本の劇場版が制作されており、各作品によって、ハード SF、スペースオペラ、コメディ、サスペンス、 ヒューマンなどの要素を含み、その内容は多岐にわたる。初作の宇宙大作戦では、原作者であるジーン・ロッデンベリーが、理想とする未来像を描きつつ、現代における様々な社会問題を SF の形で提示した。以降に開始された作品においても、現実社会の複雑化を反映して、今日に至るヒットに結びついた。放題は、スタートレック。 スタートレックの二つの表記が混在している。このシリーズの主要な構成は、宇宙船もしくは宇宙ステーションで活動する登場人物が、艦長や司令官の指揮のもとに、様々な困難を乗り越えて活躍し、未知の生命体や文明と交流していくというものである。これらの登場人物と、習慣や価値観の異なる異星人や、 様々な宇宙の現象との遭遇等が絡み合い、ドラマが繰り広げられる。時代は作品ごとに違うが、むね22世紀から24世紀の話である。地球人は銀河系内の約4分の1の領域に進出しており、様々な異星人と交流しながら、残りの領域の探索を進めている。地球からは貧困や戦争などが根絶されており、 見た目や無知から来る偏見、差別も存在しない、ある意味で理想的な世界と化している。貨幣経済はなくなり、人間は富や欲望ではなく人間性の向上を目指して働いている。地球は150個ほどの星形とともに惑星連邦という組織を形成しており、宇宙艦隊を編成して銀河系の探査や学術調査、外交、 チアニージ等の任務に当てている。他にも様々な政官国家が存在して、武力行使を含めた外交の駆け引きを繰り広げている。惑星連邦の本部はパリにあり、宇宙艦隊の本部はサンフラニシスコにある。惑星連邦内では、軍事力を伴った紛争が、ほぼ根絶されたが、他の政官国家との間ではそうはなっていない。クリンゴン帝国やロミュラン帝国、 カーデシア連合などの侵略的な聖刊国家との関係が必ずしも良好ではないためである。スター・トレック・エンタープライズでは惑星連邦設立以前の時代を描いているが他の作品に出てくる聖刊国家や異星人が登場しておりシリーズとしての一貫性が保たれている。また銀河系の一部しか知られていないという設定のため後の作品では 既成の事実や知識となっている未知の異星人や天文現象と初めて遭遇するパターンも多く使われている。長く作品が制作され続けるシリーズではこれまでの作品をなかったことにして複雑化した設定を一新することがよくあるがこのシリーズではほとんど全ての作品が 同じ宇宙を共有している。そのため、これまでに制作された、テレビドラマ、テレビアニメはすべて、宇宙大作戦から見て過去、または、未来の出来事である。一方で、作品の根幹として、マルチバースの概念が取り入れられており、物語の主軸として描かれている宇宙とは異なる。平行宇宙が登場する話もある。劇場版、第十一作から劇場版。 第13作までは、いわゆるリブート作品であり、宇宙大作戦とは別の宇宙が舞台となっているが、タイムトラベルの影響で異なる歴史が生じた、平行宇宙を舞台にするという設定により、シリーズとしての連続性が保たれている。このか、宇宙大作戦第33は、イオン嵐の恐怖が、初出となる、共造宇宙は、地球が惑星連邦ではなく、 侵略的なテラン帝国を形成した宇宙である。また、同じ宇宙の中においても、新スタートレック第63は、亡霊戦艦エンタープライズ C などで、描かれているように、タイムトラベルの影響で異なる歴史が生じた、タイムラインがいくつも存在している。スタートレック、ディープスペース9第37は、宇宙の原型では宇宙に内包される形で、 別の宇宙が発見されるなど、この作品の宇宙は多元多層の非常に複雑な構成になっている。登場する異星人にはヒューマノイド型の異星人が多い。これは元々の遺伝子が同じものであったからということが新スタートレックで語られている。クリンゴン人をはじめいくつかの種族には独自の言語が設定されているが、 高性能な宇宙翻訳機があるため、基本的にどの星の人とも英語で会話ができる。未知の言語であっても普通はコンピューターが短時間で解析し翻訳できるようになるが、一部の特殊な言語を持つ種族に対しては翻訳が不能であるなど、例外もある。22世紀ではまだ翻訳機の性能が低く、意思疎通に苦労することも多かった。 宇宙大作戦に登場したスポックとカーク、下部に映っているのが舞台となる宇宙船エンタープライズの模型。スター・トレックはジーン・ロッデンベリーにより創作された。アメリカ西部開拓を描いたテレビドラマ、滅場社隊のように宇宙を開拓する物語が初期の構想であった。これは SF の形を取ることにより当時のアメリカの社会問題を検閲されずに 物語に盛り込み、指摘できると考えたためである。彼は、ホーンブロワーにインスパイアされたことも語っている。なお、企画段階の時点では、舞台となる宇宙船の名前は、エンタープライズではなく、ヨークタウンだった。1964年、ロッデンベリーはまずメトロゴールドウィンメイヤーに、スタートレックの企画を持ち込むが、採用されなかった。次に、 CBS に企画を持ち込んだが、CBS ではすでに宇宙家族ロービンソンという SF テレビドラマの企画が進行中であったために断られてしまった。次に、ロッデンベリーはデシルプロダクションに持ち込み、デシルプロダクションが売り込んだ NBC から3話分のプロットを求められる。その後、3話分のプロットのうちの1話分をパイロット版として制作することが決まり、 ジェフリー・ハンターをクリストファー・パイク船長役とした第一パイロット版、歪んだ楽園が制作された。この第一パイロット版、歪んだ楽園は NBC からアクションシーンの少なさを指摘されたものの、異例ながら新たなパイロット版の制作が許可され、ウィリアム・シャトナーをジェームズ・ティー・カーク船長役とする第二パイロット版、光る目玉が制作された。 この際、スポック以外の登場人物は一新されている。この第2パイロット版、光る目玉により、1966年2月に、最初のテレビドラマである、宇宙大作戦の放映が決定し、同年9月より放映されることとなった。ジーン・ロッデンベリー、宇宙大作戦の放映当時は、視聴率が伸び悩み、第2シーズンでの打ち切りが囁かれるほどであった。 ファンによる手紙での継続単眼運動などにより、かろうじて第3シーズンへ継続できたものの、放映時間の変更や予算削減、それに伴う内容の方針転換から、さらなる視聴率の低下を招き、結局このシーズンで打ち切りが決定し、1969年6月に放送を終了した。しかしその後、番組販売による再放送が始まると、次第に、 アメリカ全土でファンを獲得し、ニューヨークなどの大都市でコンベンションが開かれるなど、カルトクラシックの地位を獲得しつつ大衆文化に影響を与えるに至った。本作の版権を持っていたパラマウント、A、映画では、ロッデンベリーに続編の制作を依頼し、テレビアニメ、漫画宇宙大作戦が1973年9月から放送されるも、依然として、 実写でのシリーズ復活を求めるファンの声は大きかった。1975年5月、ロッデンベリーはパラマウント映画と劇場版制作の契約を結びスタートレック、ザゴッドシングの企画が立ち上がるが、宗教色の強い内容に、パラマウント映画が難色を示したためこの企画は消滅した。1976年9月、新たに雇われた。 脚本家たちによって、スタートレック、プラネット・オブ・ザ・タイタンズの企画が立ち上がるが、この企画も、また総合台本に了承が出ずに消滅している。1977年には、テレビドラマ、スタートレック、フェーズ2の企画が立ち上がり、1978年春からの、放送が、パラマウントテレビジョンサービスによって告知される。ところが、 同年より、スターウォーズの大ヒットを契機とした SF 映画ブームが生じたため、改めて劇場版へ企画が再変更され、1979年12月、劇場版第一作、スタートレックとして公開されるに至った。この劇場版第一作は、莫大な制作費の回収さえ至らなかったものの、パラマウント映画が制作費を抑えつつ、 続編を企画するには十分で、その後も劇場版が継続して作られるようになった。劇場版第1作が莫大な制作費の回収に至らなかったこともあり、ロッデンベリーは制作葬式から制作顧問という役職に回され、以降の劇場版の制作にあまり関われなくなった。1982年6月に公開された劇場版第二作。 カーンの逆襲では、監督のニコラス・メイヤーによって、登場人物が年を取ったことを隠さない方針が、持ち込まれ、人生、成長、老いが物語に深く関わるようになり、これらの要素は、以降の作品群にも受け継がれている。宇宙大作戦の劇場版はその後も好評だったが、キャストの出演量の高騰もあり、シリーズの価値を認める、パラマウント映画は、 新しいテレビドラマの制作を企画する。宇宙大作戦のキャストに多額の出演料を支払うよりも新しいキャストを起用した方が利益が大きいと判断したためである。ロッデンベリーは当初はカニを拒否していたが初期のコンセプトワークに不満があったため制作葬式として参加することになった。こうして1986年10月に 新しいテレビドラマである新スタートレックの放映が告知され、1987年9月より放映されることとなった。新スタートレックは宇宙大作戦の続編ではあるものの、約80年後を舞台に登場人物を一新した次世代の物語となった。第2シーズンまでは前作から脱し切れていないという評価が多く、また本作は、 脚本家の墓場と呼ばれるほど脚本家チームと、ロッデンベリーの折り合いが悪かったが、第3シーズンからは、脚本家のマイケル・ピラーラの手腕でイメージを一新、毎話ごとにスポットを当てる登場人物を変えていく、形式とし、制服や小道具、船内セットなどのビジュアル的な部分も作り変えられた。こうした努力により、新スタートレックは、中盤から人気が上昇し、 宇宙大作戦に匹敵すると言われるほどの人気作品に成長するに至った。スタートレックの熱心なファンのことをトレッキーまたはトレッカーと呼ぶがアメリカのみならず世界中の宇宙関連事業関係者にもファンが多いと言われる。また、スティーブン・ホーキングのようにスタートレックを自らの公演で引用したりゲストとして出演するような著名人もいる。また、 映画、ターミナルの入国審査官のように、現代のアメリカを舞台とした作品では、登場人物が、トレッキーという設定になっていることもある。トレッキーによる40万通ほどの当初が行われた、ことで、スペースシャトルの帯太1号機に、当初考えられていた、コンスティテューションではなく、エンタープライズの名が付けられた。そのお披露目には、ロッデンベリーや、 キャストなどの関係者が招待されている。なお、宇宙大作戦の頃から、科学交渉をアメリカ航空宇宙局に求めることがあり、劇場版のクレジットタイトルなどで NASA の名前が出ることがある。また、小惑星2309番がミス,タースポック、九千七9 7 7 7番がエンタープライズと命名された。他数個の小惑星にも作品に出演した。 キャストなどの名前が付けられている。関連する企業の統廃合が繰り返されているため、判件や制作体制は何度も変遷している。最初のテレビドラマである宇宙大作戦の権利は当初制作したデシュルプロダクションが有していたが、1967年に同社は作品の権利ともどもパラマウント映画に買収された。さらに、1994年に、 パラマウント映画はバイアコムに買収され、その後2005年にテレビ事業と映画事業が分社化された結果、CBS が作品の初権利をべて一元的に管理するとともにテレビ番組の制作を担当し、パラマウント映画は映画作品の制作及び映像メディア商品の販売を CBS から受け負うという体制になった。さらに、 2019年のバイアコムと CBS の合併により、すべての権利の管理は、バイアコム CBS が引き継いだ。このため、宇宙大作戦以降のテレビ番組のうち、漫画宇宙大作戦から、スタートレック、エンタープライズまでは、パラマウント映画、スタートレック、ディスカバリー以降は CBS が制作している。宇宙大作戦は NBC 系列で放送されたが、 新スタートレックは三大ネットワークやフォックス放送との交渉が頓挫したため当時としては異例の番組販売となった。これは成功を収め続くスタートレックディープスペース9でも同様の放送形態が取られている。1995年にはパラマウント映画の傘下の放送局 UPN が誕生しスタートレックボイジャーと スタートレック・エンタープライズは UPN で放送された。スタートレック・ディスカバリー以降は CBS の映像配信サービスであるパラマウントが配信しており放送ではなく映像ストリーミングによる配信となっている。以前は実写映像作品のみが公式な設定とされていたためテレビアニメである漫画宇宙大作戦が 他の作品と同列に扱われることはなかったが、2012年以降、スタートレックシリーズの半券を管理する CBS は、本作を公式な映像作品に含めるようになった。2020年には、パラマウントでコメディ作品、スタートレック、ロワー,ーデッキが配信され、第3シーズンの制作も決定している。また、2021年には、パラマウントで、 子供向け作品スタートレック、プロディジーが配信され、後にニコロデオンで放送予定である。2018年以降、パラマウントが短編のアンソロジーシリーズである、スタートレック、ショートトレックを配信している。2018年には、スタートレック、ディスカバリーに関連した第一シーズンの4話が配信され、2019年から2020年にかけては、スタートレック、 ディスカバリーだけでなく、スター・トレック、ピカードに関連した話やアニメーションを含む、第2シーズンの6話が配信された。2012年以降、シリーズの判権を管理する CBS は、公式という表現を用いて、シリーズの作品を CBS パラマウント映画が制作したオフィシャルな作品、オフィシャルライセンス契約に基づいて、 サードパーティーが制作した作品、オフィシャルライセンス契約がなされていない、ファンメイドの作品の3つに分類し、前の2つについて公式サイトで取り扱っている。以前は、判決元により、生死といった分類がなされており、異なるメディア間の作品の内容については、実写映像作品のみを公式な設定として扱ってきた。しかし、CBS 副社長で、 シリーズのブランド開発担当である、ジョン・バン・チッターズと制作プロデューサーである、アレックス・カーツ・マンらは、スター・トレック・ディスカバリー以降の作品においては、映像作品と、小説、コミックゲームの境界をなくし扱いを統合する、方針を打ち出している。スター・トレック・ディスカバリーでは、作品のサイドストーリーが、MMORPG、スター・トレック・オンラインで配信されたり、 小説が初出となる設定が登場するなどのメディアミックスの手法が取られており実写映像作品のみを公式な設定として扱う概念はすでに曖昧で意味をなさないものとなっている小説コミックアメリカではスタートレックの世界を舞台とする小説コミック等が数多く出版され続けているがこれらは 判券元である CBS により、オフィシャルライセンス契約に基づいて、サードパーティーが制作した作品に区分される。小説の日本語訳は、スタートレック、ディープスペースナインと、スタートレック、ボイジャーが、角川文庫から、他が、早川文庫から出版されたが、多くが、絶版状態となっている。また、テレビドラマや、 劇場版のノベライズとは別にオリジナル小説もいくつか出版された。コンピュータゲームアメリカではスタートレックの世界を舞台とするゲームも数多く販売され、1971年に一般のファンらが作成したシミュレーションマイコンゲームは人気を博し、日本でも1980年代初期まで人気だった。宇宙大作戦は北海道や関西地域では たびたび再放送されるも、関東地方では、本放送時、劇場版、第一作日本公開維持、1980年代後半と、三時期のみで、本作品とゲームの関係性を希薄に感じるものも、見られた。宇宙大作戦の登場人物については、続編で、同じ声優が続投できなかったり、当初日本語版で、カットされていたシーンに後から吹き替えを追加したことで、 声優が変更されるケースが多いため、ここにまとめて記載する。なお、劇場版は便宜上、劇場版大作で表記した。括弧内は追加収録担当声優。テレビドラマ、テレビアニメとその劇場版が舞台としている、宇宙。講述の、ケルビンタイムラインと区別してこう呼ばれている。劇場版、第11作から劇場版。 第13作までが舞台とする平行宇宙。プライムタイムラインのネロたちがタイムトラベルしたことの影響で異なる歴史が生じた平行宇宙で2233年以前の出来事は PT と同一である。この平行宇宙を指す公式名は当初存在せず、ファンからは別現実、エイブラムスバースなどと呼ばれていたが、劇場版第13作の公開前になって、 ケルビンタイムラインという公式名が与えられた。この公式名は2233年に起こった USS ケルビンの破壊が PT との歴史の分岐点であることに由来している。宇宙大作戦第33はイオン嵐の恐怖を初出とする平行宇宙。プライムタイムラインとタイになっており、同じ名前の人物や組織が存在しているが、 その性格や性質は大きく異なる。作品終了後に他の作品でその歴史改変の影響が出ることがある。2063年はバルカン人との初接触をとった歴史上重要な年とされている。劇場版第8作において、防具は歴史改変により初接触を妨害しようとするが、ピカードたちによって阻止された。コクレーが未来を知った以外は、 歴史が元に戻ったかに見えたが、スタートレックエンタープライズ第49は、覚醒する恐怖において、撃墜された一部の防具は、北極に墜落し、そこで活動を停止していたことが明らかとなる。蘇生した防具には、地球の座標をデルタ宇宙域に送信し、2365年に、惑星連邦が防具と初接触する原因となる。 アレクサンダー・カレッジ作曲による宇宙大作戦のテーマ曲は後のシリーズ作品で他の作曲家に担当が変わっても必ずモチーフとして用いられている。この曲にはロッデンベリーによって歌詞が付けられたがボーカルバージョンは実現しなかった。気楽曲としては多くの音楽家にカバーされ、とりわけ日本ではメーナード・ファーガソンによる演奏版が アメリカ王ダンウルトラクイズの主題曲などに使われたことから広く知られている。またニューサウンズ・イン・ブラスト吹奏楽への編曲もファーガソン版を元にしたものが多い。劇場版はジェリー・ゴールド・スミスが音楽を担当し宇宙大作戦のファンファーレやメインモチーフが所々で引用された。カレッジはゴールド・スミスと親しく晩年はゴールド・スミスが手掛けた。 映画音楽のオーケストレーターを務めた。もともと宇宙大作戦の制作者はゴールドスミスに依頼するつもりであったが、ゴールドスミスは他の仕事が入っていて受けられなかったという。企画書を読んだカレッジは音楽をゴールドスミスに依頼する予定と記述してあったので、このことをゴールドスミスに伝えると、そう言われてみれば、ロッテンベリーから、 電話で依頼があったと思い出したそうである。なお、新スタートレックのテーマ曲は劇場版第1作のテーマ曲を流用しアレンジしたものであり、スタートレック、ボイジャーのテーマ曲もゴールドスミスが作曲している。ありがとうございます。